はい、では前回までで一応千島学説の第8原理を全部ザザザザッと説明しまして、でここからちょっと僕らの、体にどう影響しているのかとか、うん、どういうふうに、自分たちの生活に落とし込んでいくといいのかなっていうところを聞いていきたいんですが、前回の、最後にちょっとお話をしてもらったですね、島先生が1961年に発表したがん細胞血球由来説というところにちょっとスポット当てて話をしていきたいなと思うんですが、はい、これは僕の、僕のイメージというか、世の中的にはがん細胞というのはどういう今位置づけになってるんですか。まずはがん細胞は、うん、まあ、何度もこの島先生繰り返しているように、うん、基本細胞分裂によって細胞増えていくっていう前提やから、うん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 、このがん細胞も先ほど突然変異っていうものからがん細胞生まれてきたと。はあ、はあはあはあ。じゃあその体の中からいきなりボンってがん細胞が出てきて、コピーのエラーとして出てきて、はい、でそいつがどん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 増えていくと。そう、エラーがまたエラーの分裂をどんどんしていくから、うんうん、一回こうエラー出ちゃったらひたすらそこからエラーしか生まれてこないと。だからがんの三大治療ってあるやん。ほう、外科的療法な、うん、まずそのがん細胞を取ってしまえと、うんうんうん、そのコピーする前に、コピーする前にもうエラー出てるやつを全部取ってしまう。周りの健全な部分で根こそぎとりあえず取ってしまうと、うんうん、そしたらもうエラー出へんやろと、うんうん、こう、まあ、そこから細胞分裂増えてくる大元を取っちゃえばね、うん、で基本この考え方やね、うん、で放射線療法、うん、これはそのエラーしてるがん細胞を放射線で焼き切っちゃえて、うん、まあ、どっちにしてもその殺しちゃうってことですね、そいつを、うんうん、でもう一つ、まあ、薬物療法、抗がん剤、抗がん剤、はいはいはい、それこれもとりあえず元気の細胞も含めてやけども、がん細胞をやっつけちゃうと。うん、でこの抗がん剤の研究の中でできるだけ健康な細胞に影響を与えずに、うん、もうピンポイントでがん細胞にだけに効くようにね、効くような薬はどんどん開発されてるっていうのが現状、今の現状ですね、うん、はい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 。それが、千島さんはがん細胞血球由来説。そう、これだから前回までの話とつながってくるわけですね。つながってくるよ、はい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 。だから今の現代治療でいうと、がん細胞のエラーのがん細胞を取り除けば、うん、もうよかったねって話やけど、うん、いやいやそんな意味ないよと。でもその要はがん細胞を取って手術した後も例えば再発とかしてることがありえますもんね、うん、それはどういうと思う。それはだからまたこれはなまた突然変異起こっちゃったよってことなんですか。まあそういう確率起こっちゃったか、うんうん、もしくは取り残しがあったっていうわけよ。はあ、ちっちゃいやつが残ってて、そうそう、ちょっと根こそぎ健康な細胞が全部、うん、例えば乳がんやったらそのしこりの部分だけじゃなくて、うん、おっぱい全部取ったのに、うん、まだちょっと残っとってたいうわけよ。はい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 。もしくは、うんうん、あの転移してたと。うん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 、転移ってよく聞きますよね。いや、うん、だからもうこれもおかしいな話がある、うんうん、血球から出てくるって考えたら、うん、血液が細胞の大元なわけやん、はい、で血液の状態が悪いから状態の悪い細胞を生み出すわけよ、うん、その状態が悪いのを我々がその顕微鏡とか見ると細胞の形もおかしいし、うんうんうん、パフォーマンスも落ちるからそもそも体が弱ってる原因はこいつなんじゃないかって言ってんねんけど、うん、そうじゃないよな、うん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 、パフォーマンスが落ちて見た目が悪いだけで元気な自分の体の細胞の一つに変わりない、はい、うん、で、治すべきはその血液の状態、はい、でもっと言うとその大元の血液を作る大元の食事やねんけども、食事正しい食事をして健全な腸の管内環境であれば腸内で正しい血液が作られると、うん、これが千島学説の腸造血ですね。そうですね。で正しい血液がちゃんと作られていれば、うん、細胞も正しい細胞ができてくると、うん、だからがん細胞にもならないわけよ。それが赤血球分化説ですね。そう、そう血液が、細胞になり、そうってことですね、はいはいはい、っていう前提があったわけやから、はい、がん細胞ももちろんもともとは血液やねん。
だから、分かりやすく言うとすごく腸が例えば、不健康な状態で、うん、不健康な血が作られてしまって、うん、でそこから良くない血が全身に巡り、うん、そこからまたその良くない血が細胞に変わった時に何か、癌細胞っていうものに言われるこうなんだろうな良くない何かに良くないのかちょっと分かんないけどじゃあ見た目が個性的な子になるそういうことですねそう決して悪いわけじゃない悪いわけじゃないですね、まあ、自分のせいですもんねそう自分の体ですもんねだやるべきはこれもだから新しくどんどん細胞って生まれてどんどん生まれてくるわけや、うんうん、別にエラーで見た目がユニークな子がいたとしても次から生まれてくる子が健康でいい状態の子やったらいずれ淘汰されていくわけだから、はいはいはい、別に無理に手術で取ったりとか、うん、抗がん剤で潰したりする必要はないわけよ、うんうんうん、ほっときゃいいよしかもその要は手術とか抗がん剤で潰したとしても、うん、もう元々のその腸内環境が例えば悪かったりとか食事が良くなかったら、うん、結局はまた同じことを繰り返してしまうっていうことですね、うんそれがいわゆる再発あで乳がんで乳房全部取ってしまったら、うん、乳がんは出ないけども他のとこに当然出てくるやんそうですねそれをみんな転移っていうわけよそうで転移したからまたそこを手術します抗がんであります、はい、でそれを繰り返してるうちにちょっともうこれ以上やってたらもう生命自体が持たなくなってくるから、うん、もうお手上げですって言ってサジを投げられた人が実はうちの師匠の治療にはよく来てたそういうことだでうちの師匠はこの千島先生のところに弟子入りしてたから、うんうん、この理論をちゃんと分かった上での食事療法をしてるわけですよねじゃあもう一回、うん、じゃあその千島さんは、うん、千島先生は、体のためにはどうすればいいっていうようなことを一応なこう まとめてくれてはって、はい、食事の 3S 主義っていうのを唱えたねもうちゃんとそういう主義を唱えてくれてるんですよ分かりやすい分かりやすいまとめてくれてる 3S はいだから細胞の元である血液の元である食べ物をどうすればいいのかっていうところと、うんはい、穀物を中心とした菜食であることはあ要はその動物性のものとかっていうものは結局腸の中で腐敗していく、ねうん、ユニークなあの細胞が生まれちゃう可能性があるってことですね、生まれやすいこう環境になっちゃう、ね、環境にどんどんなっていくはい、そう千島先生がまずは穀物を中心に菜食って言ってるんだそう、はい、菜食じゃないで、うん、葉っぱだけ食べるって意味じゃない、はいはい、穀物を中心にここはそうですねここっちが大事ですねだから玄米とかお米とかそういうものをしっかり食べるっていうのはベースねうん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 、うんでけど2番目として小食粗食であることってはあはいこれもでもよく今までのラジオでも出てきてるけど毎回食養生では行き着くところですよね結局食べ過ぎっていうのはあんまりよくない、うん、腹八分にしちゃいるやつっていうのもあるし、うん、腸内環境を健全な状態にするためには、うん、やっぱキャパオーバーにならないようにしたいそっかそっか、うん、そうですねで例えばそこら全部取り入れたとしても、うん、いっぱい血液ができてきていっぱい細胞ができるっていうのも、まあ、それも肥満だったりするんだけどもそう余計なことをいっぱい知るっていうのはやっぱ良くないよってうんちゃんと自分のキャパの中でやるってことですね、うん、それが一番体の機能を健全な状態で使える状態うんまあ普通に考えたら分からない食べ過ぎたらもうやる気なくなるやん、ね、動けなくなっちゃう動けなくなるあとよく咀嚼して食べることほうこれはやっぱり腸への負担を減らすっていうことなんですかねもちろんもちろん消化の負担を減らすっていうことにもつながるし、うんまあ、食べ過ぎ予防にもつながるし、うんうん、これ咀嚼だけでもこれ一つテーマにしてもいいぐらいいろんな効果効能はあるあるんだ、うん、これじゃあまたやりたいですね咀嚼の、うん、だもうそういう細かい理由はよくわからんでもいいがとりあえず咀嚼を実践してみるよく噛むっていうの、うんうんうん、これだけで体は変わる変わると、うんなるほどなぁいやすごい分かりやすい 3S を言ってくれてるんですねガーッてお腹いっぱい早く食うみたいなよくないってことなんですねやっぱねあそう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 ね, ねだからがんっていう字はや病だれ書くねんけど、はい、漢字でね、はいはいはい、でその中に岩って書くねん岩、うん、岩っていうと口3つ書いて下に山って書くねん、うんうんうん、食いすぎだそう口3倍も山のように口の中に入れてればなる病気ですよとかそりゃそうだよって話ですねそう、まあ、この漢字が食べ過ぎが原因ですよとかも表してくれてます、うん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 、で、まあ、そもそも現代医学の中でも生活習慣病の一つなわけやん、うん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 、ということはこの食べ過ぎであったりとかよく噛まないとか
そのお肉とかその甘いものが過剰になってるとか、そういった食べ方の間違いが、そういう生活習慣が癌の原因ですよっていうのは、現代薬も東洋薬も千島学説も同じく言ってるんや。全部同じなんですね。言ってるんやけど、なぜか治療法が全然違う。本当ですね。でもそれはやっぱりその、今回その癌細胞で言うと、やっぱその腸造血説と、そう、赤血球分化説、そうがあるから、あるからやっぱりこっちのたどり着くんですね。細胞分裂説が大元になってると、やっぱりそのエラーを起こしたやつは取ってしまえってなる。そういうことですね。悪者扱いを。そうか、今の現代社会で言ったら、一回犯罪を犯したやつはまた犯すからとりあえず殺せと、うん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 、で犯罪を犯したやつの子供も絶対犯罪者になるから、子供を産まないように殺してまえと、ね、うん、っていう過激な考え方ですよね。そうそう、そうですね。でもその、食事自然療法とか、例えばその、うん、辻野さんっていう食養生とかを、やるにあたっては絶対に分かってた方がいいですね、うん、これが分かってるとすごく理解できますよね、もう一個深いところで、ね、うん、ただ、ね、小食にしなきゃいけないとか思ってるよりも、ね、それがちゃんと腸につながってこの血が細胞になってると思えば、うん、全然考え方変わりますもんね、見え方が、ね、もうそのもうなんだろう、並んだご飯を見てもうこれは俺の細胞だっていうことですもんね。行くは自分の細胞よ。そうですよね、うん、ねえ、だから全然考え方変わるから、いいとこを取りしてうんちになって出ていくだけのもんじゃないわけよね。そうですね、うん、確かにそう考えると、ただもうあの肉だけ食べてりゃいいっていう感じじゃなくなりますよね。そう、なんかいろいろ食べないとやっぱりあれかなっていうのもわかるし、はあ、やっぱすごい勉強になったっすね。千島学説、ちょっとあの言葉は難しいけど、うん、その、細胞新生説と赤血球分化説と腸造血説って、なんかあのこの原理の最初の名前だけ聞くと分かりづらいけど、そう ね、なんか難しい単語が並んでるし、うんうんうん、ちょっと自分にはあんま関係なさそうな感じになるんやけど、うん、めちゃくちゃ関係あるんですよ。そうですね。しかもその東洋医学とか、まあ食養生なり、いろんなそういう自然療法とか、うん、少しでもそういうのに興味がある人は、うん、なんだろう、本当に一番最初に分かっといた方がいいかもしれないぐらい、そうね、うん、重要なことですね。まだ一般の人はその細胞分裂説とか、うん、今の医学とか自然あの、生物学とかの前提の基礎がない方がまだいいかもしれない、うん、ね、ない方が食べ物は血となり肉となりはすんなり入ってくる、うんうん、けど細胞分裂説とか遺伝の説があってくると、その環境よりも遺伝の方が重要だとか言い出してくると、うん、ますますブレていくわけわかんなくなっちゃうんですね、うん、なるほどな。いや今回だからもうなんと、うん、第5回目になるのかなこれ。そう、ちょっと長くなりましたが、長いですけど、まあ、ここはちょっとやる価値があるかなと思います。そうですね、ぜひちょっと、まあ、繰り返し聞いてちょっと分かりづらかったりすると思うんで、なんとかこう自分の中のものにしてもらって、ね、うん、でこれからまた、続く 70% 健康ラジオでもまたね、またおいおい出てくると思います、うん、繋がってくると思うので、うん、はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、